あのじゃ、その前に電気してって言われてずっと舐めてたら。よろしくお願いしますということでですね、今日なんですけども、これは新居初の一歩目、はい、記念すべき、はい、記念すべきよな。いろいろな方にちょっとね協力していただいて飲ましてくださいというやつをいろいろやってきまして、はい、引っ越しも終わり、終わりました。村上さんの絵もご出演させていただきまして、よかった、無事ね終わりましたということで、まだちょっとねあの引っ越ししたてでですね散らかってまして、家具がないんですよ。全然ないですよ、家具がなくて、はい、前の家から持ってきたやつもあるんで、はい、もうない分をとりあえずも揃えようかなと思いまして。ああそうですね、はい、これもサプライズ、はい、ラマさんにはちょっとまあ時間見つけてまた買いに行こうやみたいなの言われてるんですけど、はい、まあ、とりあえずもサプライズ、今日はそれでまた大塚家具さんに行ってみたいます。行きましょう、はい、毎回恒例になってるんで、はい、サプライズということで今日はサプライズで、ドッキリじゃなくてサプライズプレゼントしていきたいと思います。いいですか、もうラマさんはだから今日はここ片付けないと思ってるんで、はい、とりあえず来てないですまだね、来てないですね全然。だから僕らだけ片付けるってことで、ラファさん呼んで、でまあこう公開しようかなということで、はい、いいですか、いいっすね。あれですか、あの仕事できるんですか、あのやめてる怒らんでお前お前怒らんぞお前おい、荻塚さんめっちゃ仕事できる、荻塚さん、はい、めっちゃ仕事できるんだ、そんなわけないやろ、はい、そうっすね、行くぞな、はい、行くぞ、さあ行こうか。まあ着きましたね、広いねやっぱ広いっすねこれ、向こう着いた、あ、こんにちは、こんにちは、はい、ちゃんと消毒で出ないですか、新しいやつでした、新しいやつ、はいあ、大丈夫です、すいません、ありがとうございますちょっとやめなさい、ちゃんとこいつ自体を消毒しましたんで、すいません、病原菌ですか、ここ病原菌ね、はい、ちょっと仕事できるあの大木塚さん、すいません、はい、仕事できないというわけでもちろんないですからバチバチできる感じなんですけど、はい、すいません荻塚さんを呼んでいただいてもいいですか、すいません、会ったことある、人気でよくてすごい声かけて、ご無沙汰します、あ、どうです、すいません、ご無沙汰します、お久しぶりです、お久しぶりです、よろしくお願いします、そうですね、初めてやろう、はい、初めてエクセル、エクセル、はい、すいません、よろしくお願いします、すいません、こいつは使えないやつなんですけど、荻塚さんちょっと見習ってもらって、いつも拝見してます、すいません、今日ですねちょっと家具をまたプレゼントしたくてですね、はい、ちょっとモノボロ見たいなと思いました、ソファーとか決まってるんですけど、まずそこを見つつ決めたいなっていうところで、はい、では早速ご紹介させていただきます、さすが、よろしくお願いします、話が分かりますわ、はい、早いわ、ではこちらなんですね、あ、こっちですね、はい、すいません、すごいよな、もう全部高そうやもん、高そう、高級感えぐい、ソファーがあそこらへんですよね、確かこの辺りから、この辺りからですね、はい、あいのやつないんやもん、あ、これこちらです、あ、これですか、かぁ、これ今大津こんなでかかったっけ、これ色も一緒でしたっけ、もう全く同じです、全く一緒です、全く同じです、こんなやつたんすね、なるほど、はい、これにしようか、本当です、え、同じやついきます、まだ一つ目ですけど、あ、そうですね、すいません、はい、すいません、あ、ここらへんですよね、そうです、ここからですね、はい、さあ、ちょっと見たいな、こういうのもええけどな、テーブル、これいいっすね、テーブル、こういうの前なかったですよね、あ、もう最近ですね、あ、最近なんですね、はい、これこれラオさんと色違い、色違い、あ、出た、ヒカキンさんのあるやん、あ、ヒカキン邸のヒカキン邸これすごいっすね、あれ高いんですよね、高いですね、あ、来た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 、はい、あ、引っ張る、引っ張るっすね、どうするの、でも決めていきたいっすね、決めていきたいな、はい、うわ、すげえ引っ張る、めちゃくちゃあるすごいっすね、あ、これとりあえずじゃあ2脚くださいちょっとこれ2脚、はい、これ2脚、お客さんに足りれへんやん、今うちのと同じですね、これ一緒一緒、これ一緒です、同じです、同じですね、はい、あ、足りない時出す椅子違うやつですもんね、お前見とけよちゃんとわかりました、これ2脚ね、これ2脚でお願いします、はい、ソファーなんかないかけ心地がいいやつがいいですかね、そうですね、なんか、はい、座って気持ちよくていっぱいあるっすよ、ね、こっちもこの辺りこう機能性があるもので、あ、あの辺りなんかは非常に、あ、マジっすか、機能性あるやつね、あ、これええやん、見て、なんすかそれ、あ、電動ジュースとか置くやつあるし、はいはいはい、うわ、あ、めっちゃいいっすねこれ、うわ、しかもハイバックで、ハイバックで、イーさんの好きなハイバック、ハイバック大好き、はい、うわ、これめっちゃいいわ、これにしよう、すみません、これにします、これをいいっすか、もう多分この大きさだとあれなんで、はい、これでこう間入れてもらって、はいはい、この大きさのやつで横に置けたりします、置けますね、はい、これをこう持ってくれば、あ、そうですね、この端っこのやつ、はい、リングホルダー間に、あ、そういうことですね、あ、それでお願いしますこれとりあえずちょっといくらするんですか、大丈夫ですか、これは分かんないけど、はい、いくらぐらいですか、これで50万ぐらいですね、あ、これ50万、はい、まあ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 、オッケーです、まあいつかね、そのぐらいだった、うん、他にもありますけど、もう大丈夫ですか、これ大丈夫です、大丈夫ですか、これはこう大丈夫です、相変わらず早いです、はい、はいはいはい、大丈夫です、はい、ありがとうございます、あ、あれの白ってありますってか、9月下旬以降にならないとちょっとできないんですけど、あ、全然大丈夫です、お作りはできますね、はい、オッケーです、大丈夫です
はい。じゃあ入荷待ちってことで。え？入荷待ちですか。入荷待ちは分かるやん。これってちょっと。あ、一人が欲しいなって思って。いやいいっすねこれ。誰座るんですか。いや俺とかやろそれは。わかるやろ。ああそうですね。一人ってやっぱいいっすね。いいっすね。収まる感じが。あこれ同じメーカーなんですね。同じメーカーでなのでこの色で向こうも出来上がってる。ああなるほど。この色で全く。この色で全く。あやっぱ白いいっすね。一人掛けめちゃくちゃよ。じゃあこれももらいますじゃあ。こちらも。はい。これとあれ。あとあちら用のオットマンもありますけど。あオットマンもじゃあ。あオットマン。追加で。オットマンあった方がいいっすよね。あった方がいいと思います。あった方がいい。じゃあオットマンも。はい。ありがとうございます。とりあえずそんなもんすかね。よろしいですかね。あとあれか。照明とか。照明あそうっす照明照明欲しいっす。照明を。この階ですか。下のフロアですね。あ、下っすか。はい。疲れてきたな、もう。広いっすね、ほんまに。そうですね。確かに広い。広いわ。あ、出た、ヒカキンさんのやつ。あ、見覚えある。これで。あ、これでいいです。これで。はい。はい、ありがとうございます。ヒカキンさんに憧れてるから。確かに。あ、はい。すいません。はい、ありがとうございます。これでします。行きましょう。ああ、あれですよ。正面もう一個いるっすね、そういえば。何？もう一個いるっす、正面。どこに？あの玄関の貼ってないです。ああ、そっか。すみません、もう一個言いますね。はい、します。じゃあ同じも。いや、あの左でお願いします。あ、ヒカキンさんのやつの隣。隣で。わかりました。はい、イメージ的にあ、あれで。あ、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。あ、ちょっといいですか。はい。これって。あ、あの照明のプロジェクターですね。あ、これも照明なんですね。あ、見たことあるわ。あるっすね、これ。よく見るやつ。これ売ってるんですね。売ってますね。てか、あれちゃう？はい、テレビいやプロジェクターにせえへん壁めっちゃ広かった壁めっちゃでかいのと距離あるっすね確かそうやんな、はい、プロジェクターみたいなの見たいっすねあかしこまりましたはいあ置いてます置いてないんですけどカタログ等でご覧いただけるとああちょっと、はい、じゃあカタログ見てもいいですかはいわかりましたすいませんせっかくなんで、はい、じゃあこちらですねあこっちですねはいなるほどこれありやなありっすねプロジェクターありやなあこれがあれなんです電気にもなるってやつですよそうですねでそこから音も出てっていうはあどうなるのこれ。これ買う方結構いらっしゃるんです、ね。寝室とかに皆さんつけられます、ね。ああまあ便利っすよね、はい。なるほど。じゃあカタログですいません。はい。効果があれですね。家電というか。あそうですね。はいいろいろ。はい。プロジェクターってないんですもんね。とりあえずは、ね。カタログからになるんですけど。あ全然全然いいです。はい。プロジェクターがこのソニーの一番いいやつでこれですね。白い。あいいっすね。はい。これいいやん。これ一番いいやつです、ね。これ家庭用だと結構。家庭用で一番いいやつですね。これでじゃあ、はい、あれもいるっすもんね。スクリーンですね。スクリーンも。はい、スクリーンが131の一番大きいのがこれですね。131インチ。はい。もう壁一面。ありじゃん。ありっすね。これネットフリックスとかも。ネットフリックスも全部。はい。ご覧いただきます。ラモさんめっちゃネットフリックス。しょっちゅう見てるんですね。どう思います？小木塚さんに聞きたいんですけど、倍速で見るってどう思います？その映画とか飛ばし飛ばし倍速で見るんですよ。すね、あ私個人的な考えではありえないですね。ありえないですよね。ありえないですね。まあ、すみません。低能というか、いやまあそのそういうことですよね。ちょっとちゃんと教育受けた方がいいぞと。意を組んで発言しました。あ、なるほどそうですね。じゃあこれしますとりあえず。こちらで、はい。はい。ありがとうございます。これって入荷。入荷ちょっと確認が必要ですね。入荷待ちです、ね。なるほど。はい、じゃあそれまた後でやり取りする形で。そんなもんか。そんなもんじゃないですか。でもそんな感じでいいですかね。はい。かしこまりました。ありがとうございます。じゃあそんな感じでお願いします。はい、また何かあったら LINE ください。あとお支払いを、はい、はい、あのつけてお願いします。あいやいやいや、すいません。いいいい。あすいません。ですか。はい、あのあちらでえ お席ございますので、はい、どうぞあちらで。あつけはあかんですね。はいはい。つけです。あちらで。あいや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 、あつけで。あちらで、あちらでお願いできればと思いますので、はい。つけあの。受け付けておりませんので、はい、受け付けておりませんおりませんのでおもろいっすねつけておりますいいえじゃあこちらでお願いしますはいすいませんあーなるほど来ますよ多分そうそうだるないでかい声出してます朝からいや、勝ったあれシャンデル買いましたよえガチいやもう引っ越してうわうわうわ、シャンデルつけてるやん、ここにもそうっすね、なんかこれ3つあったんですよねこれ2つ持ってきたやつだろ2つ持ってきたやつでうわ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 、うん、何何何何どうすか1年配したいつも増えてるやんあ気づきましたいやで気づくってか、数は分かるから、4つから6つは数は分かるから。あ、数は分かる。それ分かるんですね。うわ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 。こんだけ見たらあれ、色ちゃうな。そう、色綺麗いんすよ。手配した、うん。やっぱ新品はいいっすね。買、はいに行かなかった、うん。思っててちょうど。思ってました。思ってたわ。今日行ってきましたよ。ええー、そうなん。でも、いりますでしょ、普通に。まあまあ、いる、いるな。いや、俺もちょうど買うっていうか、あれを買いに行こうとしとったから。玄関のやつが勝手に買われるの嫌だったけどな、あれ、全然気に入ってへんから。なんでら、なんでら。全然違うし、仕様が違うやんか。全然です。横にあったよな、ちょうど。そうです、横にあったんですよ。これで横にあったんですよ。カメラ来たと切りようかなと思う。それに関しては思ってる。で聞いてよ、サプライズやで、ラモさん、僕らから。えサプライズ、はい、そういうことや。そういうことです。そのパターンそう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 、金払っとんやん、ちゃんと。うん、そうっすよ。お前ちゃんと払ってますよ。え
マジ？テレビ台とかも買った。おお、そのパターン？なんかエクセル君も。うわ。来てからあんまなかったから。そうなんですよ。ちょっと。うわ、そのパターン。あれと、ごめん気に入ってへんのかって気に入ってる原価です。いいでしょ。いい感じじゃん。そうそうそう。高いじゃんでもあれ。マジで。結構高いっすよ。だってこれ。これも全部？そう全部っすよだから。え、お前らかな？そう。え？今度10万ぐらいする？しますよ。いつなんかこれ2、30万するよ結構。いやめっちゃいいやつ。こんな高かったっけなと思って。うん。うわ、ありがとうございます。すいません。うわ、すいませんなんかありがとうございます。新居おめでとうということで。マジっすか？せっかくなんで。うわ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 。まあ、今ありますよ。僕らがねちょっと手配ミスりましてホテルちょっと映ったじゃないですか。一瞬。はい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 。それもあるし、はい、日頃なるも込めて。うわうわうわ、はい、ちょっとそれは、はい、いい動画撮っていくから今年のヒカルさんみたいな感動するやつよ。はいはい。そのでかい声出すのもちょっと違うんですけど。いや全然全然全然。そういう気持ちじゃなくて。もっと声でかいから。いや、そうだね。いや、それはほんまに、ほんまにありがとう。100万ぐらいの買い物取る？でぶっちゃけいるでしょ、マジで。いや、これは、これはいる。嬉しいわ、ちょっと経費浮かせる。まあ、経費はそんな浮かないですけど、ぶっちゃけね。一応その、まあ、領収書とかいろいろ持ってきてて、まあ、僕ら払ってますけど、うん、ありがとう、ほんまに。建て替えで、あれ、やってて、はい、買い物は行ってきたけど、はい、うわー、嬉しいよ、これめっちゃいいよ。何倍っけ？いや、結構いどこにあります？はい、いや、結構したんですね、ほんまに。それやろ、そうそうそう、うん、これも高いし、高いなんぼマジで。100は超えてたと思う。結局 何を買ってくれた？ありがとう、ほんまに。どんだけ買ってくれた？いや、これと、ジャンディーと、あ、あれも買ってやん。これ、そうそうそう、ラオさん、これ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 。プロジェクター。うわ、よく知らなかった。うわ、壁、これ大きいから、これいいんじゃないですか。そうそう、ここにスクリーン待ちで。あ、スクリーン待ち？そうそうそう。これ、何すんのこれ。高かったで。高いっすよ。うわ、できない、やば。いっちゃえ、座ってこい。言ったよな。あ、言いましたよ。家庭用で一番いいやつ。ガチで、うん、言いましたからね。スクリーム君も。スクリーム君も。で、ラムさんずっと言ってたよ。タクノミンドミとか流せたよな、言って。あ、言ってました。確かに確かに。100とか聞いたっけ？ 100 が聞けへん。いや、したら全然超えてたと思うんですよ。全然超えてるよな。うん、めっちゃ高いんじゃん。でも、なんやかんやで100とかで200、300ぐらい。そうですね。最終なんやかんで300ぐらいいったっすね。他に何買った？まだ届いたやつがあって、それも後々ですけど。うわ、なんか感動のやつか。メンバーの仲間、絆的なやつか。ヒカルさんのやり口や。ほんまにだから時間削って行って買ってきて、うわ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 、ほんまちょっと最短でお願いしますって。いや、ほんまにありがとうございます。だからその300だけ、一応。どういうこと？一応300だけもらいたいなっていう感じです。うん。その立て替えてるって何回も見ますね。これ30回から取れた。300万円でもじゃあ飛べれるわ、30万から。ああ、まあ、借金で10億あるって言ったんだけど、はいはいはい、もう、ね、ほんまにリアルだね。はい、今、ほんまに10万円のもので感動できるから、はい、300万、どういうことだろう、それ。昨日、これで十分じゃないですかって、いっちゃったら待ってこいって。飛ぶで。え飛ぶけど、でもそれでええわ、もう最後。いや、まあ、僕らは、次お金使うドッキリしたら俺もするって言ったよな。僕らは、まあ、金さえあればな。どうしよう、30回が飛べれるか、狼を胸に押されて、どっちがいいの？どっちのまあ金多い方がいいですね。その保険が。じゃあ狼やな。狼の声に。狼がいい。方で。これで保険金払ってじゃん。ああ。そんな遊びやったら。なあ。なあ。まだ金使った自分な。これ経費なかった。それ経費ですよ。それじゃ。いるもんは経費って決まってるんですよ。いる。これシャンデリアまでわかるよ。あと何かあるか。こんな高いくない。言うてました、オイルの名前はこういうのいいんじゃないですか。これやってもしょうがないのよ。ラムさん、あんたラムさん舐めてんのかい。こんな安いもんで見言うてんのかい。お水川さんでちょっと痩せましたねって言ったらイラッとするじゃん。そうボディビルで過ごして、ちょっと痩せましたね。だからジンさんの動画とか見てるんで。多分俺、おそらく俺とか本番嫌いでしたもんな。本番嫌いでしたもんな。ゼーとしたら嫌いでしたもんな。じゃあ本番マジで本番勘弁して。これ言っちゃう。どうしようかな、ほんまサプライズを1個残してね。めちゃくちゃ残してて、じゃあもう、それも経費やん。やめてって言ってほんまに金ないやんか、俺やん。ほんまにないやんか。聞こえた。じゃあマジどこさなかったんですよ、ほんまやめて。えじゃあ、いるから買うねん。買うねんけど、ニトリとかでもええやん。大水塚のとこ行くなっつったやろ。大水塚さんね。あいつも行くなっつったやろ。お家仕事大変だ、あそこ。そういう話してる。おいそうだな。話してる。大変やねん。いや、ほんまでも気に入ってもらうと思います、正直。うわ、いつ、いつ取るかも。これちょっとまだ見てっす。うわー、自分で決めなかったらね。正直だからもう、見にくいか分かんなかったんで。なんでそんなんかった。いや、もうこれやな。なんでそんなん、それくるまでずっと待たなかったの、そうはないの。そう、だから僕らも悔しいっすね。ほんま、居座り心地よかったんですよ。よかったっすよ、ほんと。いや、ほんまに何人掛けのやつ買ったの。ほんまやめてやん。ヒカキンのソファで絶対やめろよ。ヒカキンさんね。はい。
ヒカキンさんのソファあれも良かったですけどね。ヒカキンのソファだけ絶対やめてくれ、はい、ね、アコーディオンみたいなやつ。はいはい、何が出てきたの？3ですか、合計で。でもなんか、もろも独立のやつとかええ感じのやつあったんで。はいはい、もうえ、やめてや、ほんまにそういうの、うん、なんでなんですか、どういうこと、なんでなんですか、サプライズやめろって。今すごかったら、違う時の人に喋ってるもんすごかった、なんでなんですか、どういうこと。サプライズやって、そのサプライズ喜ぶ。それサプライズ、そういうことじゃないやん。プレゼントみたいな言い方してるよ、お前。前のテレビだよ、それは。前のみお前違う国の人なんちゃう、お前何前のテレビだよ、前のテレビ、うん、それは嬉しかった、ガチプレゼントやったから、はい、そういうのと勘違いさせたやん、ちょっとそのこと言ったプレゼントと言ってサプライズ、サプライズですね、僕らからサプライズ、しょうもないわ、あと何やったほんま何いじったんだ、マジお前もいじってない、いじってない、ほんまに勝手にいじらんときはマジでいじってない、なんかやってんじゃんなんでソファ何個買ったんちゃう、マジお前やめて、何個買ったじゃあソファ1個、3人掛け、3人掛け、3かな、3でもう1個独立型のやついらんってそんな、あれ良かった、何座るの、じゃあ前の前の家の時良かったよ、あの横にあったやつ、うん、良かったっすね、1人掛けのやつ見てましたけど良かったよな、良かったっすよ、本当に使った試しないもん、俺1回も座らなかった、もう使ってたっすよ、こっちはほんま使ってほんまマジでやめて、安いやつ言えねんで、買ってもでも知らないし、届いてもでも知らないしって感じ、そうですね、床なんか、床なんて床っすか、え、床こんなんやったっけ、入れてますけどね、内装、まあ、これはこれでいいかこれはいいよ、ね、入れましたね、だと思ってもそうそう、ほんまだから一緒にだって着てやろうかな思ったけど、はい、清掃入れるどうせだとこれピカピカにしようか、まあ、こんなピカピカだもんな、ね、だからこれもね、ここにつけれるようにして、これええよな、はい、そうですそうです、いい感じに仕上がってるんですよ、だから任してもらったら、僕らが任して間違いなくない、いや、いいと思いますよ、もうこれだって完璧ですよ、お前センスないやん、お前ダサい、どこら辺がそんなダサいんですか、まずはズボンの裾絞ってるやつダサいそれ流行ってるやんか最近、はいはいはい、流行ってるって、まあ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 多いっすよ、自分たち出せと思って俺だけやから大きい人やから笑うから、ね、うん、まあ、まあ、だいたいみんな絞ってますけど、絞ってますよ最近は、うん、こういうスタイルであればみんな絞ってる、めっちゃ喋るよお前急に